ファミツアップ新作ゲーム情報局。この番組は毎回これが面白いという新作アプリをファミツアップと視聴者の皆様で決めていく企画となっております。ファミツアップエージェント松崎様です。はい、ファミツアップエージェントナンセンス山です。小部間宮です。よろしくお願いします。はい、ということで今回も新作アプリ3本紹介していきたいというところなんですが、今回はなんとなんとオートチェス特集です。オートチェス特集だやったー。はい、ということで、まあかなり話題のゲームなので1本に絞ってガツンとね紹介していこうじゃないかと、そういう回もやっていいんだね。そう、まあ、やりましょう。いろいろ変えてってね、いきましょう。でマミヤが結構やってると。まあまあまあ そこそこやりました、やってるということなんで、まあ、マミヤがねちょっとあの説明というか、どういう面白さがあるのかとか。俺もねちょっとチュートリアルまでやったんだけど、実はあんまりまだねすげえ深みまで知れてないからさ、その名前は知ってるけど、ちょっとどんなゲームなのかわからないとか、そうね、面白いってのは聞くけど、何が面白いのみたいなところをね、ちょっと今回やりながらぜひ教えてほしい、解説していきたいと思います。オートチェスね、どういうゲームかと言いますと、そうだよ、オートで進行するボードゲーム、そして8人のバトルロイヤルです。なるほどね、バトルロイヤル、バトロワオートボードゲームです。いやすごいね、新ジャンルだよね。バトロワオートボードゲームだ、コマだ、コマ、これコマです、コマをね買います、そしてこの買ったコマを配置する、自由に選べるわけじゃない、そう、このショップに5個並ぶから5から選んで買って配置する、なるほどね。でオートで戦ってると言います。そうそんだけ。なるほど。でこのラウンドが終わると、あのこのね右上のドルマーク、お金が増えるのね。で、まあ、この増えたお金でまたね、ま、買って、おお、はい、これどんどん買えるじゃん、配置する、そう、この繰り返しです、なるほどね。この今左下のこれオーガメージっていうキャラなんですけど、ランクアップって出てるじゃないですか。出てますね、出てるね。これね同じコマを3体集めると、合体してね、もう超強くなるんですね。あ、これだキャラの強化要素的なところだね。HP がね2倍になるんです。やばいね。ラウンド4からは本番です。対戦相手が他のプレイヤーになります。まあオートで進行するんで、まあ、なるほどね。それまではなんか NPC だったね。そうそうそう。準備期間なので最初は。いけいけいけ。やれやれ。やれやれ。勝てるか。ギリギリ。いけいけいけ。お、勝った。おお、素晴らしい。そして勝利と。左のプレイヤーリストをご覧ください、はい、あの8人いるじゃないですか、で、あのハートの隣に数字がある ね、200とかね。そう、これは残り体力で、あの対戦に負けちゃうと、体力がちょっとずつ減っていく。あ、なるほど、なるほど、ね、で、負けた人たちだね。そうで0になると脱落して、最後まで生き残った人が優勝という。ああ、だからそこバトロ、そう、それがバトロワなんですね。今1位ですと。そう、あららら、自慢みたいになっちゃいましたがこのターンをどんどん重ねてって敵にダメージを与えて1位を目指すみたいな、ね、その通りです。で、どうやって強い盤面を作っていくのか、はいはい、盤の選び方なんですけど、まあ、さっき その合体させるっていう、ランクアップさせていくっていうのは、まあ、もちろんそうなんですけど、右上の方にアイコンが、そうね、それ気になってるじゃないですか。これはあの、ね、同じ種族とか職業のコマを集めると、はい、例えばこのビーストだったら2体集めることで、コマ全員の攻撃力が 10% も上がるんですね。めっちゃ強い、めっちゃ強いでしょ。ここをうまく組み合わせるためにショップでコマ買って、その通り、最高のシナジーを生み出しましょうと。で、あなたちなみに今何のシナジー目指してるの？今ね、やっぱ前衛にこの斧のウォリアーをね、はいはい、配置して壁役にして、で、このメイジで魔法防御を下げて、このスキルで効率的にダメージを与えていくみたいなね、そういう編成にしていこうかな。これもさ、時々によって違うわけだよね。そう、最初のさ得られたユニットというかそのコマ、とかに、そうだよね、そうだから完全にやっぱりその辺りは運なんだけど、まあ、その運からどういう戦略を練っていくかみたいなっていう、組み立てるね楽しさみたいなのが、確かに毎回違うのがよりいいよね。いけいけ、あ、でもやばい、ランク2が相手、あ、やばい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 、いけいけいけ、あと一発、あ、ダメージ食らうと、あ、この人強いね。これ他の人の盤面見れるんだね。そう、今これ俺が負けた人のね、盤面なんだけど、この人はね今ナイトと、このね、あのバリアを張れる効果を持ってるナイトと、あと効率速度を上げるグレージャーをね、揃えてね戦おうとしてるね。なるほど。
ちょっとやばいね。分析して、うん、でその人に勝つためにはこうどうすればいいかっていうのを考えていくんだ。まあみんながね、かなりやっぱみんながさ、うん、このガンガン強化をね、うん、進める回もあれば、じっくり温存して後半に備えてる回みたいなのもあるから、はいはいはい、周りとねやっぱ足並みを揃えたり、時にはこう出し抜いたりとかして、うんうん、どういうペースか、うわやっべそろそろね、強化していかないとやばいかも。でもこれ結構運だよね、この後手後体と思うじゃないですか、はいはいはい、右にね、おいいマークがくるりとクリーンマークがあるでしょ。 あるね。なるほどね。これがこれがこのゲームの醍醐味これがガチャっていう。ガチャです本気だし本気やばいな。俺もうちょっと耐えたいんだよな。レベルがねやっぱ高い方が強いコマが出やすいから、はいはいはい、レベルアップしてからガチャ引きたいんだよね。なるほどね。レベルガチャ確率左下の、あそうそう左下の今レベル6なんだよね、うん、はい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 。やっぱレベルが今俺レベル6なんだけど、うん、アルグさんレベル 7に、ね、7だよね。経験値ためで上げてるんだよね。でそうすると置けるコマの数が1個増えるからレベルが、レベルと等しいコマが置けるんだよね。なるほどね。だからねやっぱすごい厳しい戦いを強いられてしまうから、うんうん、やっぱ俺もねもうここは行くしかない行くしかない。なるほど。急げ急げ。おーランカップランカップじゃん。でこれも出してでちょっとねもう編成をもう完全に見直しましたね。なるほど。斧これで、ああ星3もあるんだ、ね、星3いるわ。でもあれオーガメージの星3だったらそんなに強くないからワンチャンあるぞ。あでも星32体いるわ。星32体いる。星3ってことは星2を3体ってことかな。そう。あでもあいけそういけそういけ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 。これがおーおーおーちょっとね、おおシナジーとかもあるのかな。そう、うん、ちょっと今まで作ってた種族があんまり噛み合わせが良くなかったから、うん、もう思い切ってねかなり大きく変装見直して、こっから頑張って巻き返せたらいいなって感じです、うん、結構ねこのやっぱ負けるとねまあだいぶきつくはなるんだけど、うん、ある程度はね巻き返しが効くゲームなので最後までね楽しく戦えるっていうのもかなりいいところですね、うんうんうん、ガチャガチャしてる。結局まあガチャでねいいキャラ引けたら的なところもあるわけだからね。そうそうそう。あやばいなこれこれは厳しいか。これは厳しい。一人でも多く倒してから。いやめっちゃ食らうぞ。これは食らう。14。あでも金は50あるんだね。50ある。この金の力に任せて、そうもうここで金をこの金を全放出して、次一気に行け。アクアハンター。あっちの牽制。なんだ牽制待って、牽制いけ。8体おぉ揃って強いんじゃない。シューヌミ。これは勝てるか。こうよし結構揃った。もう今ねお金をめちゃくちゃ放出して、うんうん、ガチャを回しまくってね全身全霊のいやでもその回あってるから結構無双。よしよしよし。おぉ強い。いいじゃん。いけてるいけてるいけてるぞ。3位相手にフルボッコですよ。ちょっと麻雀的な要素あるって聞いたことあるけど、なんかなんとなく分かってきた。そうそうね。でどれをさ放出すればまたお金が戻ってくるわけじゃん、うん、買ったお金と同じ金額で、うん、払い戻しというか売ることができるんだよね。ユニットを売却みたいな感じでね。そうそうそう。いけいけいけ。星3がいるが、星3でもこれ勝った相手かな。1回1回勝った相手だぞ。負けるな。しかもこっちはだいぶ強化されてるからね。いけいけ。このね子供の運動会見てるみたいなね気持ちになってくる。頑張れ頑張れ、スキルルテみたいなね。素晴らしい素晴らしい。こっからは雷のスピリットが来たね。これ強いよ、このカード。カードって言ったね。コマ、コマ強いよ。来て。うわ、相手も。さあ、敵も横に並べてきた。さあ、これは綺麗だ。早いこれ。いけ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 。1対1の。ああ、全品。いやー、負けちゃうか。いけいけいけ。倒せ倒せ倒せ。あと1体倒せば。せめて被害を少なくしてくれ。ああ。いけるか、いけそうか。いけるいけるいける。これは数のりが。おっしゃ。危ない。よし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 。これ4位、3位までいけるかもな。さあ、ギリギリ配置して、またこの配置だ。うわー。横一列、ヒゲの配置。あ、これさっき負けた人かな。いけそう。と。いけるかも。狼頑張れ。そのくるくるが。なあ。くるくるがあとちょっと。あ、でも1位にね、牙が届いてきた。やばい。こんだけ切羽詰まったらね、うん、そういう
一瞬のプレミがね、命取りですよ。もうダメだ。お金もね。さあ、これ勝てるのか。敵は3位かな。パウ、いけるのかい、いけないのかい、いけいけいけ、めっちゃ石化してる。あー、メデューサだ。赤が多い。負けた。これはめっちゃ食らった。ということで、まあ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 、でも魅力は伝わりましたよ。そうね、一回いてな。はい、ということで今回ね、オートチェス1本でやってきましたけども、うん、いや面白いね、やっぱね。いや面白いね、流行ってる理由が分かるわ。やっぱコインとかね、貯めてガチャ引いて、それで自分の盤面整えていくっていう、うん、シンプルだけど奥深いのがね、うん、非常にいいですね。そう、まあ、あの終わった後にね、まあ、そこでああしておけばよかったっていうね、うんうん、自分のね、このスキルの見直しみたいなのが、ね、はいはいはい、すごいこう、楽しいんですよ、うん、あとやっぱめちゃくちゃフラットじゃん、平等だからさ、うん、e スポーツ的にもさ、課金要素があのスキンとかね、うん、あのエモートとかそういう実あのゲームのね、あの内容と関係ないところの課金要素しかないから、もうみんな性能で100時間始めた人も0時間の人も一緒の場ね、うん、あの平等に戦えると。だからね、本当に、うん、とにかくね、これからね、うん、もう期待大の、うん、もうてか期待大とかもうめちゃくちゃ盛り上がってる、ね、盛り上がってるね、すでに、うん、一回やってみてほしいですね。はい、うん、はい、というわけで今回はオートチェス特集というところですけど、来週からはまた3本、はい、平常運転に戻りますので、皆さんそちらもお楽しみにというところで、また来週お会いしましょう。バイバイ。じゃあね。